さあ、ドッカンバトルやっていきますということで、ダブルフェス来ましたね。今回は未来編。まあ今回ブルベジと、ブルゴクーですからね。で、対面がザマス。っていうことは、なんか伝説降臨祭とかはトランクスになるっぽいですね。まあ、どっちからやろうかね。とりあえずやっぱザマスから行きましょう。もうなんかブルベジ悟空ちょっと飽きたんで、ザマスから行きたいと思います。まあ、ピッコロも持ってないんでね。うん、初期へのイラストいいじゃないですか。まあ、ドラゴンボールスーパー自分の人生で一回しか見てないんでね、そこまで記憶が定かじゃないですけど。2個目もいいじゃないですか。うん、3個目もまあ悪くないですね。最近やっぱ LR の時のイラストいいっすね。宇宙か。ここまで来るともうわけわかんないですよね。確かあれですね、全ちゃんが、止めたんですよね。なんかあっけない終わり方だった記憶があります。すごい、3カテゴリープラス、もう、カテゴリーもなんかもう多すぎて、ちょっともう、なんか読むの疲れちゃいますね。なんだこのフィールドってなんだろう。すごい、なんかフィールド効果っていう新しい、なんか来てますね。フィールド効果ですって。ついにドッカンバトルにもね、フィールド効果が来ましたね。で、いずれロマサガーレースにも来るかもしれないですね。フィールド効果。もう来てんのかな。さあ、技1個目。さすがに今回のフェスはね、ダブルフェスは本気っすね。お、でも思ったよりシンプルだね。ちなみに宇宙艦の時も必殺技あんのかな ?2 個あるじゃないですか。終焉の光。これはしょぼいね。ザマスの正義と秩序。あ、あったあった。いや、宇宙艦の必殺演出はしょぼいです。で、通常ガチャさんが、ザマスですね。まあまあまあ、ザマスもね、結構多いですからね、スタイルね。まあ最初の頃はさ、ドッカンバトルもサービスが短い時はあれでしたけど、もうサービスを重ねてさ、なんかもう同じキャラばっかり出ることが、なんて言うんだろう。なんかなんとも思わなくなりましたよね。最近ね、韓国のさ、MMO やってるから、あんまりこのフレーズ言いたくないですけどね。課金のレベルがちょっと桁が違くて。まあ、超絶ハイ課金者から無課金になって今のガチャルールはマックス30連でね、何かしらのフェスキャラが出たらそこで終わりっていうルールなんですが、3回で1回目の時は10連目で出なかったら大体やりますね。4回目まで。まあ、韓国のMMO はさ、本当にもう月にさ、数百万とか、数千万課金するような人間たちの集まりなんで、自分がこのドッカンバトルで名乗ってるハイ課金っていうのは月数十万レベルの話なんで、2、30万レベルの話なんで、一つのゲームでだいたい月2、30万くらいの話なんで、最近リネージュ W とかをやり始めてさ、あんまハイ課金者って名乗るのがちょっとどうなんだろうなって思い始めてきましたけど、まあまあまあ、ここは日本なんでね。さあ行きましょう。10連目です。最近ね、フェスゲン出てくれることは出てくれるんですけど、すっげえ古いやつ出てくるんですよね。お、すごいすごいすごい。演出変わってる。おお、すごい。すごい、1回目からなんか、いい演出見れましたね。びっくりした。まさかの LR 出ましたね。鉄弦来ました。メタルクーラーの時のやつじゃないですか、これ。持ってるんでね。お、もう一個出た。おお、マジかよ。これは神引きっすね。欲しいのはどちらかというとマジュニアの方なんですけど、お、あ、これは持ってる。まあ一応持ってるやつですね。オレンジピッコロとメタルクーラーの時の、悟空ベジータ、まあ、これで一卒ですね。
まあ、10連で辞めるときは、10連目でザマスが出たときなんで、まあ、一応4回目まで行きましょう。ヤムチャは魔人ブーなんでね、なんもないですね。もしかしたらブルベジはさ、まあ、いつものガチャだとゴッド悟空のポジションになると思うんですけど、あそこ本来ね SSR3 体以上確定なんですけど、まあ、今回はどうなんですかね。単純に SSR3 体確定のうち2個がフェス限だったっていうだけな気がしますけど。30連目、いや微妙だね。さあラスト40年目、終わりにしときゃよかったかな、10年目で。あーダメだ、5点18号。もう一個、あーダメだ、まあ、結局最初の10連目は神引きでしたけど、234は、爆死です、っていう感じで、まあ、一応ここのビジュアルに出てるフェスが2個出てきたんでね、悪くなかったっちゃ悪くなかったと思います。まあそんな感じでね、最近ちょっと新キャラ引けないですけど、ちょっとザマツ編はここで撤退してね、次悟空ベジータ編行こうと思います。どうもありがとうございました。